しい、楽しい、楽しいって何かにゃー。楽しかったライブはたくさんあるけど、初めてペンライトで照らしてもらったライブかな。リンが歌ってる時にペンライトを振ってくれて、本物のスクールアイドルになれた気がしたの。振ってくれたのは一人だけだけど、でも本当に嬉しくて楽しかったんだ。あの時のペンライトがあったから今のリンはあるのかも。きっとリンのことを喜ばせようと思って振ってくれたんだと思う。そうなのかな。確かに。じゃあお互い楽しかったからってことなのかな。そっか、リンだけじゃなくてお互いに楽しんでたんだ。この音好きだなぁ。